ジェームソン・ D ・タイヨンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ウィンターヘブン出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。愛称はジャモ。テキサス州のザウッド・ランズ高等学校時代の2009年には、ベネズエラで開催された、パン・アメリカン・ユー・18大会に、野球アメリカ合衆国代表として出場し、決勝のキューバ戦で7回に、 3を16三振、無失点に抑えて、金メダル獲得に大きく貢献した。2010年3月23日には19、脱三振のヒットノーランを達成。ジョシュベケット以降では最高の高校生投手との評価を受け、スティーブン・ストラスバーグとも比較された。2010年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツから全体2位で指名を受ける。 カナダ国籍を持つ選手としては2002年のアダム・ローウェンを上回る史上最高位での指名となった。入団交渉が不成立になった場合はライス大学への進学が内定していたが同年8月16日に契約金650万ドルでパイレーツに入団した。2011年に A 級ウェストバージニア・パワーでプロデビュー。投球制限を課され慎重に育成された。 2012年は A 級ブレーデントン・マローダーズでプレイ。同年の2012年の MLB オールスターゲーム、フューチャーズゲームオールスターフューチャーズゲームにアメリカ合衆国選抜の一員として出場した。シーズン終盤には A 級アルトゥーナカーブに昇格した。2013年はシーズン開幕前の1月17日に第3回ワールドベースボール、 クラシック本戦のカナダ代表に選出された。シーズンでは AAQ アルトゥーナで開幕を迎え、8月に AAQ インディアナポリスインディアンズへ昇格した。AAAQ インディアナポリスでは6試合に登板し1勝3敗、防御率3.89だった。2014年4月に肘関節の内側側副靭帯を修復するため、トミー・ジョン手術を受け、 2014年のシーズンを棒に振ることになった。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2015年も引き続き MLB、ミルブともに登板しなかった。2016年に復帰し、開幕を AAA 級インディアナポリスで迎えた。6月8日に MLB 初昇格を果たし、 同日のニューヨークメッツ戦で先発してメジャーデビュー。この年は18試合に先発登板し、防御率3.385勝4敗、ホイップ1.12とルーキーながら好成績を残した。また、ミルブのトリプル A 級インディアナポリスでは10試合の先発登板で4勝2敗、防御率2.04、ホイップ0.81、予死休率0.9、 脱三振率8.9という見事な成績を記録した。2017年5月6日に足の付け根の違和感を訴えて故障者リストに登録され、同月8日に清掃癌の疑いで手術を受けた。この年は25試合に先発登板して発勝7敗、防御率4.44、125脱三振を記録した。 2018年は32試合に先発登板して14勝10敗、防御率3.20、179奪三振を記録した。2019年は自身初めて開幕投手を務めた。しかし、8月に自身二度目となるトミー・ジョン手術を受けることを発表し、残りシーズン全球が決定的となった。2020年は前年の手術の影響もあり、全球した。 2021年1月24日に、ミゲルヤフーレ、ロアンシーコントレラス、キャナンスミスエンジグは、マイコル・エスコットとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。シーズンでは、開幕を MLB で迎えた。5月1日のデトロイト・タイガース戦で2年前の2019年5月1日のテキサス・レンジャーズ戦、以来2年ぶりに勝利投手となった。 94から97マイルパーアワーの速球を軸とする本格ハミギューでである。最速では99マイルパーアワーを計測した。変化球で最も評価が高いのはカーブで、スライダーも平均以上とされる。チェンジアップはまだ改善の余地を残す。アメリカ合衆国とカナダの二重国籍を保持している。両親は共にカナダ・オンタリオ州の出身で、 トロント大学の卒業生である。ありがとうございます。